打撃コーチ浜田上田義信、背番号86、捕手コーチ小田康平、背番号80、内野手に走塁コーチ野上直道、背番号71、外野手に走塁コーチ大西孝之、背番号79。続いてニュースターティングメンバーの入場です。投手橋本優、背番号13。国営大輔、背番号83。勝野明義、背番号41。梅野優吾、背番号46。斉藤浩樹、背番号59。松山真也、背番号90。ライデル・マルティネス、背番号92。星宇佐美真嗣、背番号39。加藤拓也、背番号49。内野手村松海、背番号6。中島博之、背番号9。山本康輝、背番号60。フルランド大輔、背番号99。外野手小田浩樹、背番号00。大島洋平、背番号8。後藤俊太、背番号53。続きましてスターティングメンバーの入場です。1番センター三好博典、背番号30。2番セカンド田中美希也、背番号2。3番サード高橋周平、背番号3。4番ファースト中田翔、背番号6。5番ライト細川誠也、背番号55。6番キャッチャー木下拓也、背番号35。7番レフトアレックス・リカーソン、背番号94。8番ショートクリスチャン・ロドリゲス、背番号95。9番ピッチャー柳裕也、背番号17。柳投手、木下捕手は現在ブルペンで投球練習中です。そして中日ドラゴンズを率いるのは背番号73、立浪和義監督です。ゆうちゃんのチャンネル登録絶対してね。